おはようございます。おはようございます。明治学院大学心理学部の新井です。今はサードスコープでエンジニアのインターンとして働いています。今日やるタスクを先輩に聞きに行きます。485番のブロックエディターの、アニメーションを作るっていうやつをやってもらおうと思います。はい、で、多分スパイラリーに関しては今回初めてになると思うので、はい、まあ後であのデザイナーさんに説明をもろもろしてもらうので、はいはい、あのそれを待ってもらえればと思います。すでにアニメーションの方はこのように今画面に映っているようにもう準備してありますので、これを実際の画面に表示するようにできればと思っています。今からの作業は一旦いろいろコードを書く部分が終わったので、実際にどういう動きをするのかっていうのを確認していきたいんですけど、色を抽出中ってなった時にアニメーションが表示されてたと思うんですけど、表示すぐされる場合とされない場合があるっていうことがさっき判明したので、それの理由、画像サイズが重いのかとか、あとアニメーション自体が重いのかとか、ちょっといろいろ試しながら原因を探っていこうかなっていう感じです。こういう仕事ができるようになるために半年間どんなことされてたんですか？一番最初は事前にこういうの勉強しておくといいと思うよみたいな教材を送ってくださってて、それをある程度勉強してから初日入った感じで、最初から割とタスクは振られてましたね。基礎的なものからですけど、やりながら学んでいくみたいなスタイルだったかなと思います。何が原因かっていう状態になっちゃって、作り直してもう一回やっても同じようなことが起こります。まあ、500ミリ秒ぐらい待って、画像の処理を開始するみたいな書き方に変えるって感じになるので、多分これでいけるんじゃないでしょうか。おー、いったー、やっといったわこれ悩み解決ですか？はい、一旦解決しました。よかった。結構インターン経験してそのまま入社っていうパターンが多いんですか？ほとんどそれです。それしかいない。思ったよりスピード早めで会社が成長してきてしまったっていうところもあって、まとめる人間が欲しいっていうかですね、そこを結構手厚くしたかったっていうのが一番ですね。もちろんあの理由はいくつかあるんですけれども、分かりやすかったのは、ティータっていうエンジニアが誰でも使っている情報共有サイト、サービスがあるんですけど、そこのあの去年一番人気のエンジニア、彼なんです。あ、やばい、爆発しちゃうかも。あ、スタートして乗せた。どうで？なんで？なんで最後？いい試合だ。いやいい試合だったな。いやいいよ。普通になんか休日友達と遊んでるみたいな。あ、確かにそうかも。いろんな密着させてもらった初めてですけど。ゲームしてる会社。あ、そしてこの後は、午前中もらったタスクを実際に実装していく、きます。さっきめっちゃ笑ってたのに急に真剣な顔で切り替え早いですね。そんな恥ずかしい言わないでください。授業としては前期のタイミングで成長率 190% って話したけれども、ここの内訳としてもう少しそのスパイラリーであったりだとか、オートランドであったりだとか、特に力を入れている GA フォークスであったりだとか、自社プロダクト系の売り上げをよりちょっと伸ばしていくっていったところが今期の目標かなと思っていて、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。代表とのワンワンいかがでしたか？話すとモチベーションが上がりますね。うわ、頑張ろうってなります。うわ、最悪やばいやばいやばい、大きい声出しちゃう。ゲーム大丈夫、大丈夫なんですか？仕事中に休憩なんで。会社にコントローラーとか持ってきちゃって大丈夫なんですか？私物というより会社の備品。ちゃっかりプレイステーション置いてありますので。向こうに5もこの間導入されました。作り構成ですか？そうです、そうです。めちゃめちゃゲームやってますけど、いいんですか？休憩方法はなんかいろんなパターンがあってもいいかなっていうので、割と自由にしているところもあって、長く見て、まあ、結果的にそれが高い集中力を持ってたとか、質のいい仕事をするためにっていうところでですね、活用してもらえればいいんじゃないかなと思ってます。はい。ゲーム休憩終わってこの後は何されるんですか？クライアントワークも詰まっているところがあるので、そこをちょっと相談したいなと思っていこうかなと思っているところです。
先生の方と、はい、分かんないところがあってですね。なるほど、はい、はい、でちょっと記述を見てほしいんですけど、はいはいはい、具体的な値っていうのを、うん、まあ、入れる必要っていうのはなくて、じゃあちょっとやってみます。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃタブル溜まってませんね。ちょっと恥ずかしい、見ないでもらってちなみにさっき、はい、ホームページがこう会社の顔で一番こだわってるっていうのを聞いたんですけど、はい、新井さんもそのプロジェクト携わったりしたんですか？このページがホームページで、私が担当したのはこのサービスページです。このページは丸々私が作ってます。テキストの入る幅とかが他のページではうまく動いてるけど、ここに当て込むとうまく動かないとかっていうことも結構あったので、そういう地味なところで結構苦戦した思い出がありますね。お仕事好きですか？好きですね。バイトとかって時間をお金に換金してるような気持ちがあったというか、早く過ぎろみたいな感じだったんですけど、エンジニアで仕事するようになってからは時間が足りない、もっと時間が欲しいなってすごい思うので、働くことが苦じゃなくなったというか、時間がただ過ぎるだけの時間じゃなくなったっていうのが、エンジニアが自分好きなんだなって思いました。畳いいね。茶室社員さんとかインターン生とかが自分たちで決めれるって嬉しいですね。そうですね、あの冷蔵庫をはじめとして確かにエナジードリンクがいっぱい入ったのがあったらいいんじゃねって言った1週間後ぐらいに思われができてました。Next.js のレンダリング手法について説明していきます。サイトを表示したいでウェブサーバー側に要請すると、ウェブサーバー側がサイト表示に必要なデータを送ってくれます。テクストに限って言えばいい感じにあのマージしてというか、いいとこ取りしてやってくれてるはずなんでてかいうのは思いました。ありがとうございます。勉強会どうでした？いや緊張しましたねお疲れ様です。ありがとうございました。なんでそもそもエンジニアやろうと思ったんですか？私以前、まあ、働いてたところのホームページが入会までの流れが全然分かりにくいとか、どこに料金表があるのか全然分かんないとか、なんかダサいみたいなことが結構あって、お客さんからも見づらいんだけどどうやってやんのみたいなこと言って、一緒にホームページの入会のところを見るみたいなことも結構あったんですけど、どうにかできないのかこのサイトって思ってた時に、サイトはエンジニアが作ってるものだというか、裏ではすごいコードがいろいろ動いていてっていうのを見て、デザイン側もいいけどそれを作る側もいいなってちょっと思ったから勉強し始めたっていうのが始まりですね。いちいち密着させていただいて、はい、エンジニアとして輝いてらっしゃるところいっぱい見えたんですけど、 ありがとうございます。今後どんなエンジニアになりたいってありますか？私はデザインにもともと興味があったので、デザインもできるエンジニアにいずれなりたいなと思っています。サービスコープでその目標を叶えてください。お疲れ様ですお疲れ様でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。